はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、コミュニティ欄におきましてアンケートを行っておりますので、こちらもご協力よろしくお願いいたします。はい、今回の動画の検証はですね、怪談の大本尊戯作の真実の第21弾になります。はい、21弾の検証はですね、太積寺66世の法師である細井日達氏が書いた、悪書板本尊戯作論を粉砕すという本がの内容が間違っている、誤病である、まあとんでもないその誤りであると、その誤りを正すという検証でございます。でその本はどういう本かというと、ここにありますね、この本でございますね。はい、悪書板本尊戯作論を粉砕すという本でございます。でこれはですね、この第20弾でやりましたけれども、日蓮宗の僧侶の安永弁哲氏が出版した本ですね。板本尊戯作論という本の内容を、まあその日蓮宗が論破するために出した本なんですよ。はい、だからまあこんな内容になってるわけですね。はい、で、その板本尊戯作論を粉砕すだから、その悪書板本尊戯作論を粉砕すっていう本の中身は、その怪談の大本尊日蓮増量説が述べられてるわけですよね。うん、でその中身が間違ってますよというこう検証だから、だから怪談の大本尊戯作の真実第21弾になるということなんですよね。はい、だからちょっと話がちょっとややこしいんですけど、まあ、そういう話の組み立てなんですよ。はい、でこの悪書板本尊戯作論を粉砕すっていう本はいつ出たのかっていうとですね、1956年昭和31年に出版された本でございます。これ一番最後のところに載ってるんですけど、昭和31年、ね、9月になってますね。ここにこんなふうになってます。はい、で、この出版社がですね、日蓮宗主布教会代表細井聖堂って書いてますね。はい、で細井聖堂っていうのはその日達法師、細井日達法師がその法師になる前の名前ですね。はい、で印刷者がですね、東京都文京区音羽の浅井甚兵衛って書いてあるんですよ。でこの浅井甚兵衛っていう人はその明神公の高等です。はい、で今の検証会の浅井松栄会長のお父さんですね。はい、そういう人が印刷してる、もともと印刷屋さんだったんですよね。はい、それでまあこの悪書板本尊戯作論を粉砕するのを印刷も手挙げていると、まあこういうことでございます。はい、ですからその日達法師の話に戻りますとですね、この細井日達法師、まあ細井聖堂氏ですね、当時の名前は、1956年昭和31年に出版したんですけども、この細井聖堂氏がホッスに当座して細井日達っていう名前になったのが1959年昭和34年の11月なんですよね。だからホッスに当座する3年前の出したその本なんですよ。だからホッスになる前なんですけどね。はい、ということなんですが、結構その、まあ、当時 その日蓮宗主布教会代表です、今日蓮宗主布教師会っていう名前になってますけどね。はい、それは当時は日蓮宗主布教会っていう名前でその代表だったということでございます。はい、でそのこの板本尊戯作論を粉砕するという本を出したわけで、その当時のホスからその直接これやれと言われて、それで出したということでございます。はい、でこの内容がもう大きく間違っているということで、じゃあ具体的にどこが間違っているのかということをですね、つぶさに検証してきて、きたいというふうに思います。でもう間違っている内容についてはその、まあいろいろあるんですが、もう
当仏教神学研究会の今まで挙げたその動画の中でですね、そのもうはっきり言ってこの内容がもう論破されていて、これが正しいその説ですよってことをもうすでに言ってるんですけどね。でそこのところも含みまして、その、どこが間違ってて、どれが正しいのかっていうことをですね、はっきり検証してまいりたいというふうに思います。はい。で、この悪書板本尊自作論を粉砕するっていう本を紐解いていきますとね、なんか前書きとか書いてあって、なんかいろいろギャルが書いてるんですけども、その、なんかいろんな、なんか建前をいろいろ言ってるんですけども、なんかただの悪口だとかあなたあかんとかっていうふうに言ってるんですよ。はい。で、まあ、本格的な反論っていうのは、その9ページのですね、板本尊自作論を発すっていう、ここから始まるんですよね。はい。で、自作論の内容は憶測だとか言ってんだけど、まあ、確かにね、その、まあ、安永弁哲と板本尊自作論のメインは、その日中来病説とかですね、仏鉢がどうのこうのっていうところ、まあ、メインになっちゃってるんで、まあそこはね、ちょっとあまりにもその非科学的だってことは第20弾でやった通りでございます。はい。で、本格的なその細い日達法師の反論はですね、ここのとこなんですよね。つまり、大石寺では、その階段の大本尊をひた隠しにして公開してないと。これは、その、偽作であることがバレるからだということを、安永弁哲氏がこう言ったわけですね。はい。それに対して細井仁達は何つってたかというと、第一の大石寺では下隠しにしているというが、これは理屈にもならない議論で、大石寺においては信徒の願い出があればご回避申し上げている、少しも下隠しにしていないとか言って、これごまかしの論理を言ってるんですよ。はい。あのね、下隠しにしてるって言ってるのは一般に公開してないじゃないかっていうことを安永氏は言ったんで、ご回避申し上げてますよなんて言ってるのは、だってこれ信者だけにご回避してるわけでしょ、じゃなくて一般に公開してないってことを言ってるんだから、この反論はおかしいですよね。はい。だから一般公開せよってことを言ってるわけですよ。そうやってもうみんなが見れるように一般公開したらどうなんだということを言ってるんですよ。で、今はもうちょっと一歩踏み込んで、海岸の大本尊を科学鑑定すべきだって言ってるんです。はい。で、この科学鑑定要求については、動画の130でやってます。はい。で、この、ご回避申し上げてる。で、信仰のないものに拝ませる必要がどこにあるのか。そういうことは、お賽銭稼ぎの他に意義はないとか言ってるんだけど、もう完全なこれごまかしですよね。要するに、公開、一般公開したくないから、そういう、へんてこりんな理屈をつけて言ってるわけですよ。はい。はい、それからね、階段の大本尊の写真のことについて言ってるんですよ。はい。で、安永君は熊田以上氏の日蓮聖人の書版に掲載されているというかと。まあ、その、日蓮聖人という本があって、それは日蓮聖宗の信者である熊田以上氏っていう人が出した本の中に階段の大本尊の写真が載ってるんですよね。はい。で、これは某信徒が以上氏と相談して、この某信徒っていうのは唯一条氏のことですね。はい。以上氏と相談して、写真を出したならば世間に知らしめて非常に効果があると考えて、大石寺に願ってやったことであると。しかるに効果どころか、はなはだ面白くない結果となったので、その掲載を禁止したのであると。その悪い結果とは、この写真が複雑して本尊に売買するものが現れ、あるいは偽作するものがあるとかいうことであった。おそらく安永君の本流のものの行為ではないかとか言った。階段の大本尊の写真をなんか複写して本尊にして売ってるやつがいるって言ったけど、そんな人どこにいるんですか。そんな聞いたことないね。ほいで、その、おそらく、その、要するに日蓮宗の人間の幸せさねえかとか言って、その日蓮宗の人に押し付けてるんです。ひどいね、これ。はい、よくないですね、こういうこと言うのね。はい。でですね、次にですね、まあ、この、板本尊
まあ、階段の大本尊の下のところに、その仏滅後、2224年の未曽有の大曼荼羅なりっていう、その仏滅三門、俗に言う仏滅三門が載ってるんですけども、これについて、実にその興味深いことを言ってるんですよ。はい。で、階段の大本尊に仏滅後2224年のうち、一円部台のうち未曽有の大曼荼羅なりっていう、その仏滅三門が載ってるのはこれ事実なんですよね。間違いないんですよ。はい。でもね、ここにね、面白いこと言ってるんですよ。一周をかけての座礁の論理の決定の時であるならば、明細に教えるのには意義ある。その時までは言わないことにするとか、そんなこと言ってるんですよ。この赤鉛筆のこの謎ってのは、ここにこんなこと言ってるのね。はい。で、一周をかけて、つまり日蓮宗宗のね、一周をかけての座礁の論理を決定する時をやるんであれば言うけども、そうじゃないと言わねえとか言ってるわけです。だからその一周をかけての座礁の論理を、要するにその一周をかけてのこのその法論をやるってことを示唆してるんですよね。ついに言ったんですよ。ところが、そんなこと今まで一度もやったことないわけ。やる気がないんだよ、これ。ね。やるっつうんだったらやってもらうじゃないのね。はっきり言うけど。ね。と思います。じゃあ本当にやるっつうんだったら、じゃあそのホースでがなんか出てきてやってもらうじゃないですかね。はい。ぜひやってください。はい。それははっきり言っておきますよ。はい。はい。続きましてですね、この板本尊戯作論の中で、その三大事法相と要するに矛盾してると。いうことを言ってるわけで、それに対する反論なんですけども、この三大異法相っていうその文献そのものは偽書であるんで、それと矛盾してるとかなんとかって意味がないっていうのは、その前の二十段と言った通りでございます。で、その中で、その、実にちょっと面白いこと言ってるんですよ。はい、この反論の中で細井に言ったんですが、こんなこと言ってます。本尊と階段とは別個である。その階段の願主とは、階段の願主ね、本門階段の願主とは、階段のご本尊の発願主として、八代殿の名前を挙げたまえしのことだと言って、その本門階段の願主ってのは、本門階段のご本尊の発願主のことだというふうに、はっきりとここで言ってるんですよ、ここのところね。はい。でこれはね、前にも言いましたけども、階段の大本尊の在所、まあ、祀られているところが地の階段だという体積地の興味があるわけですけども、これが、まあ、要するに体積地九世日中で下落した興味であるということで、その本門階段の願主っていうことが、ここの階段の大本尊に書いてあること自体が、そのね、その体積地九世日中の下落の証拠であると。いうことを言ってますね。はい。それは動画3までやってる通りです。はい。だから、ここのところね、その、まだね、この、階段の大本尊の財産が地の階段っていうことは、まだ、その、大石寺は、この1956年の段階では公開していなかったんですよ。これを公開したのが、その細井仁達氏自身が、その、ホースになった後、1970年の5月3日の総学会、本部総会で言ったわけですよね。はい。その、もう随分前の段階で、その、この階段の大本尊の大将は地の階段であるっていう、この興味を示唆しているところで、ちょっと興味深い記述なんですよ。はい。ただまあ、それが、その、大石寺九世日中義作の証拠になるということで、まあ、これは動画3馬力でやった通りでございます。はい。そして、この、八代国重という人物ですね。本門階段の願主、八代国重。これはね、もう実在の人物じゃないんで、そんな実在の人物じゃないのが階段の、願主、本門階段の本尊の願主の名前に出てくるのはおかしいということで、これ、動画278でやった通りで、これ自体がもう、やはり、その、階段の大本尊が戯作の証拠になるわけですけれども、この日達法師が面白いこと言ってるんですよ。実にその面白いっていうか、奇妙な反応をしてるんですよね。何かっていうとですね、このね、八代国重っていう人は架空の人物じゃないって言ってるんですよね。で、これね、架空の人物だって言ったら、戸田常成が、は架空の人物だって言ったわけです。そうすると、この細い日達法師の見解と戸田常成の見解が食い違ってるんです。全く食い違ってんだよね。
はい。で、じゃあ架空の人物じゃないと誰だっつったら、その、この細井日達ホスは、その、厚原さんですの陣四郎が八代だっつってるんですよね。でもこんなのね、何の証拠もないんですよ。ただのハッタリです、これ。そういうハッタリをね、平気でこういう本の中に、書いてるわけね。よくないですね、これね。はい。で、さらに、こんなこと言ってます。厚原方なんで、その日蓮が、その五感あってね、日光と共に、そのご本尊を建立したって言ってる。つまり、その階段の大本尊を建立したって言ってるんですけども、実はその、これ全くこれもハッタリなんであって、厚原方南の時ですね、つまりこの階段の大本尊の日付になっている公安2年1279年の10月12日の段階で、実は身延山に日光はいなかったんですよ。厚原にいたんですよ。はい。だからこれも全くのハッタリを言ってるわけ。ひどいですね、本当に。はい。はい、続きましてはですね、日遊戯作説、太石寺旧世日遊戯作説というの反論を言ってるんですけれども、まあ、安永弁哲氏は、その日遊戯作説の証拠として、その北山本門寺の日常記の、二十来病説を、証拠として挙げてるんだけども、まあ、日中来病説は、についてはですね、これは、もう全然非科学的な話で、全然不確実極めりないと。全然そんな証拠はないということで、まあ、これも、日達ホスは、全然違うというふうに言ってるんだけども、このね、日常記の中に、未聞未見の本尊を、その、日中が建立したということを言ってるんですよ。で、これが証拠になるわけですよね。で、これについては一言も反論してない。はい。だから、この北山本門寺の日常記の日本人間の本尊の証拠だっていうのは、すでにこの動画の405、454で、検証しているわけですね。はい。この通りでございます。はい。そしてもう一つね、その日中理作説への反論として、新田道士が言ってるのは、体積実験生日中が彫刻したんなら、日遊以前にご本尊が存在したことになるのって言ってるんですよ。ね。つまりさ、このね、何を言ってるかっていうと、つまり、紙の本尊として、あって、それで、日遊、太石寺旧世日遊が彫刻したんだったら、じゃあその前として紙の本尊としてあったんじゃないかということを言ってるわけですよ。紙の本尊から板本尊に彫刻をしたって言うんだったら、その、太石寺旧世日中以前に、その階段の大本尊があったことになるじゃないかっていうふうに言ってんだけど、こんな、だって、太石寺旧世日中ってのは最初から板本尊に自作したっていうのも、この動画チャンネルでやってますよね。はい。19段だったかな、でやってます。はい。だから、もうこれも全く、その紙の本尊なんていうのは存在してない。紙の本尊が存在してないっていうのは、体積で52世の日蓮がはっきり言ってるわけだからさ。こんなことを言うのは、全く体積寺側の反論としておかしな反論なんですよね。はい。いうことになりますね。はい。はい。続きましてはですね、今度は、その、日光が板本尊を現金していたという、その、ね、その、安永弁哲氏の指摘に対して、こんなこと言ったんですよね。富士一石門と存知のことを見ようと。その他にも、その、板本尊を作ったということは、その、もともと板本尊があったからだということを言って、言ってるわけですよ。つまりその誰かがその当時板本尊を作ったってことはもともと階段の大本尊ってのがあったことになるんじゃないかっていう、またこれこじつけを言ってるわけですよね。はい。でまずね、この富士一石門とどんちなことっていうのは偽証だっていうのは動画135でやってます。はい。それからその模倣でそのなんか板本尊をあっちこっちで作ったっていうのは、その板本尊そのものが曹洞宗の板以来の模倣だということはですね、これは前から動画でやってまして、動画170でやってますね。はい。はい、ということで、もうこれも崩れてるということでございます。はい。
それから伊豆日光日報の小国説ですね、それについて、こういうことを言ってるんですよ。日報の系統だから、その法華宗本門流ですね、岡宮高長寺の系統において、大石寺の板本尊、階段の大本尊は日報が彫刻して、その墨を掘り取ったからすでにご本尊に魂はないと言っていると言って、その日報彫刻は認めているとか言って、そんなおかしなことを言ってるんですけど、そんなことは言ってません。これ完全なもう日達法師の捏造としか言いようがないようなこと言ってるんですよね。はい。それから大石寺52世日蓮がですね、その北山本門寺の霊山問答で、岡宮高長寺に階段の大本尊の木屑があるっていうことを言ってるんですけど、そんな木屑もないという検証もしました。これは動画270でやってますね。はい。だからこの論説も全部崩れているということになります。はいはい。続きましてはですね、商人五難寺について言ってますね。はい。だから安永氏はこの商人五難寺と海山の大本尊は何の関係もないんだということに対して、その世は27年なりって出世の本会のことだというふうに言ってますが、まあこれは全く関係がないってことは動画297でやってます。はい。それから大石寺59世堀道子、それから67世安倍日健ホッスが、その商人五難寺っていうのは、その階段の大本尊の導流の証拠ではないということを言ってますね。はい。この商人五難寺がその要は27点なりは出世の本会ではないということを言ってるわけで、それについては動画95によって検証した通りでございます。はいはい。続きましてはですね、日光が右当てたまわる本尊は一服もないというね、その板本尊下作論の指摘に対して、この日光と浄土寺があるじゃないかっていうふうに言って、細井に行ったらどうして言ってんだけど、まあこれはね、日光と浄土寺っていうのは大石寺旧世日中の義書であるということで、これは動画321、動画628で、検証してきております。はい。ということで、これも崩れてるんですね。はいはい。続きましてはですね、初期の記録に板本尊、つまり階段の大本尊が出てこないということなんですよ。で、これはもう、これはもうその通りなんで、動画267でやってます。はい。初期の記録には全く出てきてないということでございますね。だからその、日蓮の時から大石寺8世の日蓮の時までは、そういう、階段の大本尊に対する記述がないというふうに言ってるんですけども、これに対して日達法師が何て言ってるかというと、古来は、その、大石寺では紙の本尊と板の本尊の区別はしてないんだと。で、その本尊というのは出てくるじゃないかって言って、大曼荼羅がどうのこうの、大曼荼羅っていう漢が出てきてるのを、これがその階段の大本尊にこじつけてるわけです。これも完全なこじつけですね。ひどいですよ、この反論は。はい。で、続きましてはですね、板本尊下作論の日光の弟子は、みんな板本尊に反対だったという指摘に対して、何て言ったかっていうと、そのね、一円無題のうち未曾有の大曼荼羅なりっていう、そういう三本がありますね。それを階段の大本尊にこじつけてるんですよ。これもひどいですよね。で、日光の弟子の文献に、その、板本尊とかを否定するようなことがいろいろ書いてあるわけですね。それは日大乗とか実存実録とかいうようなことがあって、これはもう動画267282で、検証してきております。はい。そしてまた再びその日中義作説への反論を言ってるんですよ。で、このとにかくね、この中で言ってるその日中義作説の証拠っていうのは、その北山本尊の日常日なんですよね。で、この日常記に対して、大石寺52世の日蓮が霊山問答、つまり大石寺と北山本尊の霊山問答で反論しているというふうに、その日達法師が言ってるんだけど、この大石寺52世日蓮が反論したのは日中来病説に対して反論したんであってね、その日常記の中に出てくる、さっき言ったその未聞未見の本尊、日常記の未聞未見の本尊が、
ていうふうに、その日中がその日本元の本土を増量したという指摘に対しては一言も反論してないですよ。はい、だから、まあこれは反論になっていないんですね。はい、日本未然の本尊って言ったことに対して反論するんだったら、それは反論になってるかもしれないけど、文に対して一言何も言ってないんです。はい、で、この日中自作説 の, その証拠としての日常記についての検証は動画405、454でやっておりますね。はい、続きまして、クスノキのことについて言ってますね。美濃さんにクスノキはないじゃないかっていう、その板本尊義作論の支度に対してですね、いや、美濃にクスノキはあるよと言ってるわけですよ。で、ではもう美濃に何にクスノキあるとかないとかって話になっちゃうんですけども、仏教史学研究会ではですね、日蓮在世の時代に、クスノキはないとダメなんで、日蓮在世の時代は小正期だったんですよね。はい、で小正期だからクスノキは身の無駄に自生していなかったと、こういう検証をしなきゃいけないんですね。はい、でこの在世の時代の小正期っていうのは残念なことに、こういう1950年代の頃はまだそういう研究が進んでいなかったんですよね。はい、まあそういったようなことも裏にあるわけです。はい、続いてまた日報彫刻説について言ってるんですけども、この板本尊義作論のそんなことは記録にないとか誰も見ていないということに、その指摘に対する反論として新田と大津がなってるかというと、じゃあ水戸さんのことは全て記録されていない、いねえじゃないかっていうようなことを言って、そのバカバカしい議論だとか言って強弁してるんですよ。でもね、その、じゃあ美濃武断のことは全て記録されていないっていうふうに言うんだったら、じゃあ日報彫刻も板本尊も誰も見ていないってことを裏にこれ認めたことになるんですよね。そういうことになりますよね。だからこれ逆にその美濃武断にその階段の大本尊があったこと誰も見てないってことを逆に認めたことになりますよね。はい、というんだ。面白いおかしな反論をしているわけです。はい、そしてさらにこんなこと言う、身延山のいろんな出来事を階段の大本尊にこじつけてるんですよ。はい、例えば覇気実長が釈迦像を造立したとかですね、それはその階段の大本尊がなくなったからその釈迦像を作ったんだとかね、あるいは百貫坊日世がこの階段の大本尊を背負って身延山したなんて言ってるけど、だから階段の大本尊があったからだって言ってるわけですけど、これなんかも完全なこじつけであって、百貫坊日世がその身延山の時にその階段の大本尊を背負ったっていうのはそんな事実はないという、これも検証しましたよね。270キロのある、階段の大本尊一人では背負えないんですよ。そんなことは物理的に不可能であります。はい、だからそんな事実はないという、そういう検証をしておりますね。はい、続いてその松野殿の御所の太一寺偽造説というその板本尊義作論の義作、指摘に対して、これは岡宮校長寺の文献であって太一寺じゃないとか言って、言って弁明してるんですけど、でもね、この松野殿の御所のことを言ってもこれは日報彫刻とはちょっとあまり関係ないですよね。はい、だからこれを言うんじゃなくて、1279年当時はまだ日報っていうのはそのまだ修行僧であって、階段の大本のそんな重大な彫刻を日蓮から命じられるはずではないと、まあ、こういう検証をしなきゃいけないですね。はい、だからこのちょっとその日報彫刻説についてる視点にも全然ちょっとピントがずれてるわけです。はい、それからその花王とか筆跡ですね、それは板本尊のその階段の大本尊の創業についてのいろんなその安永弁哲のやり取りがあるんですけども、まあこれについてはですね、ちょっと証拠とはなり得ないということは、まあ前の20段でやりました。それから日蓮宗の明海寺にあるその日蓮の曼荼羅本尊とその階段の大本尊が似てるっていうことですけれども、だからその月和本尊義作論ではそれは真似して模造したんじゃないかっていうふうに言ってるんですけど、まあこれがね、果たして模造と言えるかどうかちょっと証拠が不十分であるということで、まあこれももうすでに20段でやった通りでございます。はい、というところでですね、もう
一連のこの現象によって、その細い日達氏が書いたそのアクションイタ本尊ギサクロンを粉砕するというのはもう間違いだらけでありましてね、逆にその階段の大本尊がその偽作されてるってことは暗になんか認めてるようなそういう 文も中にあるということでございましてですね、ここにおいてそのアクションイタ本尊ギサクロンを粉砕するっていうその細い日達ボスの本はですね、完全な間違った内容の本であるということがここに明らかになるということで、今回の動画の検証はこちらで締めさせていただきたいと思います。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。